ニカ？聞いたことない。だろうな。それは歴史から消された名前。だが、人が望み続ける限り、その存在が消えることはない。万物は望まれてこの世に生まれる。例えば、悪魔の実もそうじゃ。悪魔の実とは誰かが望んだ人の進化の可能性である。ああなれたらいいな、こうなれたらいいな、多岐にわたる人類の未来が能力である。したがってその不自然は自然の母、海に嫌われるという罰を背負って存在する。能力者とは誰かが思い描いたいくつもの異次元を生きる者たち。これが私の仮説だ。神がいるかいないかなど考えるまでもない。面白かろう、この世界。